どうもこんにちは、ミヤルです。ルイージーマンション 2HD やっていきたいなと思います。百鬼夜行動の D3 メインラボに進め。ということでね、ちょっとやっていきますか。待っていたぞルイージー君。あのストロングなお化けたち、非常に興味深い研究対象じゃわい。だがわしらにはやらねばならんとても重要なことがある。わかるな。そう、ダークムーンのかけらの調査じゃ。ということで、前回ですね、なんかパワーアップしたお化けが出るようになったんですよね。なんかだから多分今回もパワーアップしたお化けが出てくるんじゃないかなと思うんだけど、たった今かけらの場所が特定できたぞわい。かすかな反応を頼りにわしが必死に計算してかけらがある場所を割り出したんじゃ。これダークブーンの話だよね。メインラボびっくりマック地下1階だね。相変わらずわしは天才じゃの。自分自身に惚れ惚れするわい。それでかけらの場所なんじゃが、深い谷を渡った先にあるメインラボじゃ。ダークブーンのかけらはそのメインラボの中にあるぞ。ただのいつものように GC で送ってやりたいところなのじゃが、メインラボの前にあるカメラがどういうわけか全く反応しないんじゃ。なんだ、壊れてんのかな、それともなんかお化けがなんかいたずらしたのかな。どういうことじゃ。君は自力で谷を渡ってもらねばならんぞい。確か地下ターミナルゴンドラ乗っていくんだね。ゴンドラの発着場があったよな。だいたいこういうゲームってめちゃくちゃボロいゴンドラ出てくるよね。思い出せんぞい。すまんが自分で調べてくれんかの。地下ターミナルに、地下ターミナル、地下ターミナルって言ってもね、ゴンドラの発着場なのか。何らかのヒントがあるはずじゃ。頼んだぞルイージ君。さあ、途中まで歩いていかなきゃいけないってことなんだけど、なるべく近いところには出してほしいよねこれね。うわー、ほぼ入り口だよ。もっと近くのとこ出してほしいわ。なんかすごいことになってる。家の中なのに吹雪が閉めてドア。これさ、あれじゃないの、そこにエレベーター氷漬けになってんだけど、これなんか塞いであげないとな。お、なんだ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 、こっちでいいのか。あ、なるほど、ここが、こいつなんか使えんのかなこれ。これなんか使えるね。とりあえずこれをちょっと閉めようよ。OK。 さて、じゃあこれを下ろして、そういうことね。オッケー、やったー、ありがとう。さ、先ガンガン行くか。ここになんかあるぞ。お金。やったー、金だー。さ、先行こう。降りて。多分この子たちさ、火つけてどっかにぶっ飛ばすとかそういうことじゃないのかな。違う？まあいいや、先行くか。一応とりあえず雪は吹っ飛ばして、よし行こう。部屋の中にエレベーターあるってすごいね。さて、右に行きたいんだけど、これどうやって行こうか。あれ、
これだいぶ前にこれ動かしたりしたんだけどな。あ、ここちょっと捕まっていく。これでなんかちょっと最短でいけるか。降りて。失敗した。もう一回行くか。よし、いた。まさかの降りるタイミング間違えてダメージを食らうっていうね。オッケー。お、来た。地下ターミナル来たんじゃない。ここは相変わらず開かない感じだよね。おー、ここだね。凍りついてるからちょっとこれはね、爆弾でっていうことか。あれ、なんかあ、こっちにもあるな。これ目の前なんか、お、これ氷なんだね、目の前。こっち、もう破壊できない。待ってよ、ここにもあるね。オッケー、これで完璧に破壊できるんだろう。まだあるね。あ、来た。これこれゴンドラだね。いけ。あれ、これなんか吹っ飛んでいくんだよな。あら、何も変化が起きない。さて、氷の洞窟。お、お、お金。ここは特に何もなさそうだね。でもここ一回来てんだよな。そう、一回来てるから、だからお金がないんだ。ちょっと待ってよ。持って、いや、こっちはなんもない。先行こう。ゴンドラー開くかな、これ。おお、これパワーアップしてるゴースト。鎖ついてるよ。鎖ついてるパターン初めて見た。おお、なんかこういうプロレスラーいるよな。やばい、やば、なんたることじゃ。キャツラ、君を谷の向こう行かせたくないんじゃ。逃げていったお化け捕まえるしかないじゃぞ。多分やっつければ封印が解けるってことか。なるほど、わかりやすい。ということで、ちょっとびっくりマークが立っているので、うわー、いろんなとこ散っていってんな。おい、お、これ氷だね。氷というか宝石だね。え、これちょっと溶かさないとダメだよね。なんか割れそうで、割れそうで割れないんだよな。つらら落とすとか。なんか隠れてるとか、なんかありそうだね。あれ、なんかあるな。あれ、なんか反応してんだけど。宝石に反応してんのかな。ダメだ、これちょっとわかんねえな。どうやって溶かすんだ。
スイートだとこれダメだもんね。ちょっと雲通せない。よし、いや先行くか。いえ、この紐と持っていけねえかな。この紐と持っていけないかな。下がって。ダイマイトあるね。お、お化けいるな。さあとりあえず吸い取って、おい、ちょっと距離感むずいんだよな。もう、おいしいだ爆弾。おお、来た。これは吸い取ることできないの。お、いろんなお化け出てきたぞ。食らった。さあまた一匹クリスタル投げてくんね。くれ。よし、いった。さあちょっとバンバン出てこい、バンバン。あの黄色いでっかいやつどこ行ったんだ。え、黄色いでっかいやつが出てる。おお、上にいるのか。うわお、300やば。300やばいね。いや強いな。ちょっと中ボスと言っていいぐらい強いぞ。ひるまねえな。しかも食らう。うわー、やばいやばい、ちょっと強い。これちょっと少しずつやった方がいいから。うわうわうわ、やばいやばいやばい。ちょっと少しずつ行こう。あともう一回。よし、いたー。ハートたくさん出てきた。やったー。なんか一番ヤバそうなやつやっつけたね。さあじゃあ戻って、さあここからちょっと回数を変えていかないと。地下2階もしくは1階に戻るということでね。どっち攻めていくか。一旦戻って、これ気になるよな。つららでもないしな。さてどうしよう。これ開かないよね。ちょっと戻るよね。こっち行ってみようか。こっち行けないか。あれ、これ一応動かなかったっけな。あ、これちょっとキノピオがいないとダメだ。そこになんかゴンドラ、エレベーター的なゴンドラ的なやつあるけど、あれはちょっとキノピオがいないと動かせない。なんで。捕まえられないんだけど。ちょっと、ああもう、なんだよ。おい、ちょっとどういうなってんだよ。押した。
これで一旦戻って、ちょっと一回に戻ってみるかな。あ、この部屋にいいんじゃん。あれ、この部屋にいる？この部屋にいるっぽいね。どこだ？どこにいる？おいた！上行きやがった。おお。あ、まず一人。数え方一人でいいのかな。落ちたこいつも300近くあるで。あ、しかし動き回るから吸い取りにくい。うわー、離された。うおー、痛い。あと40。おいたー、いたー。うわー、あと緑のやつだね。あいつ地下2階行ってんだよな。さて、フロア変更、ちょっと待ってよ。ここにいるね。どうやっていけばいいんだこれ。さあ、どうやっていくんすかね。わからん。これとりあえずさ、下に下がるでしょ。で、今ここ B 地か。今ここにいるから、これ渡ってこっちか。そう、なるほど、ポータル通っていくのか。またこれか。滑っていくやつ。うわー、お金ー。あー、あっち。いやー、あー、あそこ宝石ある。あ、左に宝石見えた。うわー、で、前回ここ行ってなかったんだけど、ちょっと行ってみようかな、これ。お、なるほど。あれ？戻ってきてないね、なんか。戻ってきてんね。また行くか。これさ、ちょっと、右もあれなんだけど、あった、いてー、宝石、今なんか飛ばされた、ぶつかった、くそ。お、これなんだ、これネズミちゃんだよね。まあいいや。
ダークライトか。ダークライトで実体化させて、あれ？オッケー。あ、ここお化けいるね。ガタガタいってる。お、ありがてえ。出てこないね。どこだ。ここじゃないもんな。さてどっかに潜んでいるはず。どうやって出てくんだ。あ、なるほど、もう甲冑があった。出てきたな、お化け。わおー、閉めて閉めて。うわー、ちょっと、お化けすげえ数いる。よし、トーゲイ。あとは緑のやつ来た。こいつはあんま強くないね。押したさあ、これでようやくゴンドラいけんね。多分今回はもうゴンドラ乗るのはもう後回しだな、俺ね。よくやった、ルイジー君。すべて封印を解いた。ではゴンドラに乗って谷渡るのじゃ。さあ、そしたら戻るか。あ、でも谷は行くんだね。さてと、どう行くんだこれ。こうで、こうか。こっちでよかったんだっけ。あ、違うな。これだと一回戻っちゃうから、なんかさ、もうもっと分かりやすい作りにしてほしかったよね、俺ね。もっと分かりやすく作ってほしいよ。よし、これで捕まって、一回一回これやんなきゃいけないの大変だね。なんだこのアスレチックな感じ。よし、さあここは相変わらず開けることはできないでしょ。おお、なんか今お化けいたような気がするんだけど。滑るよ。おお、ようやくだ。これはなんかあれじゃない、射的。宝石とかあるよね、どっかに。お？多分あれを使って次の場所行くんだけど、その前にこれで投下しておかないとってことか。いや、なんか宝石ぐらいあるだろう、どっかに。おお、なんだ、木が倒れた。あ、あっちに行けるようになったってこと？あれがなんか宝石ありそうだね。くれ！こんなことをね、現実世界でやってたらめちゃめちゃ叩かれるよね。カラスに向かって石炭、燃える石炭、
投げつけたみたいな。よし、オッケー。ってことは、え？ここで電話かかってきたよ。来い、ゴンドラはもう動いてないじゃと。仕方ない、君に直すスキルない。代わりに南北連絡リフトのさっき動かしたやつだね、動かしたっていうか石炭で溶かしたやつ、運搬ケーブルをつか、その隣の部屋はずじゃー。これか、隣の部屋、隣、これ部屋って感じでもないのな。隣の部屋、隣の部屋、隣の部屋、なんかびっくりマーク立ってるよ。これで隣の部屋、行きたいんだけどな。あ、開くじゃん。普通に開いてた。なるほど、思い違いでこっち扉開いてないのかなと思ったんで開いてたんだね。オッケー、これ捕まって、なんかそこに宝石っぽいやつが降りるのタイミング、あ、これはさ、あ、来た、やったー、オッケー。さあ、それで石炭ぶつけて倒した木先にちょっと行ってみよう。おお、なんだ、ガタガタ言ってるぞ。お、あ、これスペシャルステージじゃない、なんだ、むずぶつける的な、ぶつけんだね。うわ、マジか。ちょっとさ、うわー、これちょっと投げんの、投げんのむずいぞ。おい、いや、ちょっとむずい、無理。いけ、あれ、なんかまっすぐ飛んでいかないんだけど、なんで、なんだこのむずいミニゲームは。いけ、一回ぐらいいけよ。あー、ダメだ。さあ戻るか。一回ぐらい仕留めたかったけどな。よし、捕まって、今回なんか結構長いな。降りて、宝箱、お金、メインラボアプローチ。ちょっとなんか奥でなんか爆発起こってんだよね。さて、左に行けばお金がゲットできるけど、カラスが突っ込んでくるという。わお、ちょっと結構タイミングシビアなんだけど。このカラスちゃんは無限に湧いてくんでしょうか。お、ちょっと
無理。押した。何奥、な奥で何やってんだ。バスンバスン言ってるけど。なんだ。おお爆弾だ。おお、あいつだ。脅威がいるね。お、下に逃げていったぞ。さあこっからどうすんだ。こっち？無事かー。どうやらメンテナンスルームに着いた。さすがルイージーくんじゃ。そこジェネレーターをオンにして、それでメインラボのドア使えるようになるはず。調べてくれ。オッケー、なるほど、これ動かすのね。この爆弾使うしかないよな。これじゃダメだろうな。でもこれなんか、標準出てこないもんな。これどうやってやんだ。爆弾。どっかに乗せるとか引っかかってくんないかな。どうすりゃいいんだ。なんか隠れてるとか。隠れてる、違う。あー、どっかになんか隠れてるとか。これは結構厄介だな。隠れてるわけじゃないんだ。あ、そういうこと？パチンコ的な？あ、こっち来たよ。なるほど、ちょっとパチンコ的に。さっき真ん中でダメだったから、左か。標準合わせるのむずいんだよな。お、なるほど。で、そういうことか。で、さて最後の一個、最後の一個どうやるか。ちょっと待てよ。どうしようかな。これで、オッケー。そしたら、今度こっちだ。あ、違う。あ、そっち行っちゃった。これ狙うのが。おいた。
真ん中か。おし、動いたあ、これでなんかカメラが動けるようになったね。よし、なんか冒頭言ってたよね、なんかカメラ壊れてるんだって。だそのカメラが動くようになったね、今。あら、そっから出れないぞ。大丈夫、ルイージ、まだ通信が。ジェネーター起動した。これでドア開け。わい、なに、メンテナンスルームから出られなくなったじゃと。わかった、一旦ベースラボに戻ってくるんじゃ。さあ、閉じ込められちゃったけど、どうやって戻るんでしょうか、これね。カメラが なくても戻ることはできるのかな。カメラがなくても戻れんだね。いや、今回ちょっと長かったね。さあ、どうやら次回でボス戦らしい、今回の、なんだっけ、100キーヤコード。うわー、よくやったぞリージー君、素晴らしい働きだ。早速じゃが、まずはお化け物の中身を出してもらおうかの。今回はね、ちょっと強力なお化け3体も捕まえてるから、宝石もゲットしたし。うおー、こいつ強かったよね、黄色のやつ。おお、お金すげえ溜まってた。やばい、グレードアップじゃ。次、目標金額1万だね。やったー、レベル3だ、お化けウーム。プルシステムをさらに強化じゃ。最強のエープルでお化けを吸い込んでしまえ。すごい、お掃除機のパワーがアップした。最新家電だね。あっちのジェネレーターを起動してくれて助かったわい。これでメインラボのドアを開けられるようになったぞい。それにじゃ、ジェネレーターが動き出したおかげでメインラボの前にあるカメラも使えるようになったようじゃ。次から直接メインラボの前に転送してやれるからの、楽ちんじゃな。というわけで、一休みしたらメインラボに行ってもらうぞ。まずはホットなコーヒーでも飲んで体を温めるといいぞい。準備ができたら声をかけるようにな。さあ、じゃあ次回ね、 D4、 次回の D4 で、そうだね、アイスチェイスということでボス戦ですねこれ、あの前、7年ぐらい前にこのルイージマンション2の実況した時に唯一覚えてるボスなんで、ちょっと印象的なんですよね。爆弾を投げながらやっつけるっていう、ゴンドラに乗って、氷のボスなんだけど、そう、爆弾をぶん投げながら戦っていくっていうね、それが結構面白かったんで、ちょっと楽しみですね。はい、ということで今回ここでおしまいにしたいなと思います。